すみません、金さん、ハンコ押してください。はい、ありがとうございます。行ってきます。行ってらっしゃい。あ、お兄ちゃん、今小学生？今年で中学生になりました。あ、そうなの、おめでとう。ありがとうございます。今お兄ちゃん、子供の切符買ってたよね？はい。中学生からはもう大人の切符になるから、子供の切符は卒業だよ。知らなかったです。でも、もうお金がないです。あー、そうなの？じゃあ、あと5分待ってくれる？はい。お兄ちゃん、待たせ。じゃあ今日は大人の切符デビューだから、駅員さんがプレゼントしてあげるね。ありがとうございます。はい、どうぞ、気をつけてね。大丈夫です、大人なので。言うね。すいません、駅員さん。はい、どうされました？あそこの男性の方がタバコを吸ってるんですよ。え？私、お腹に子供がいるので気にしすぎなのかもしれませんけど。そんなことないですよ、教えていただきありがとうございます。お客様、ここは禁煙になりますのでやめてください。なんだよお前、調子乗ってんのか。いえ、駅構内は全面禁煙ですのでやめてくださいと言っているんです。うるせえな、まだ残ってんだろ、最後まで吸わせろよ。おい、周り見たか？あ？あんた以外誰がタバコ吸ってる？みんなルール守って使ってんだよ。守れねえなら電車乗んな。そんな大げさな。家で嫁が妊娠しててよ、家じゃ吸えねえからその前にと思って。あんたの近くにいたのは妊婦さんだぞ。え？あんたが奥さんを思うように彼女を大切に思う人がいるんだぞ。あんたも親なんだろ。だったらよ、もっと周りを見ろよ。あー、すいませんでした。駅員さんも子供いるんですね。独身ですが。豊橋駅、宅安社員取れますか？はい、宅安です。光635号車掌ですが、駆け込みで乗ってきてグリーン車使ってる人ついてからクレジット決済をお願いいたします。あ、わかりました。すいません、駅員さん。はい。精算お願いしたいんですけど、東京からお越しのお客様ですか？はい。では 12,760 円です。え？高くないですか？お客様はグリーン車ご利用ですよね？いや、自由席で来ましたよ。ん？お客様、少々お待ちください。今田重役、今改札にいるお客さんって見覚えありますか？ん？ああ、あいつは不正の常習だな。そこのブラックリストにも載ってるだろ。間違いないですね。行ってきます。お客様、本当に自由席でしたか？はい。すいません、キンさん、この切符持ち帰ってもいいですか？あ、ハンコしますね。あれ、さっき隣だった方ですよね。水こぼしちゃってごめんなさいね。え？ああ、いえいえ。お客様、ということは。お客様、列車が通過します。黄色い線の内側に下がってください。お客様、危ないですよ、下がってください。ちょっとお客様。うっ、なんすか？危なかった。今電車が後ろから接近してたんですよ。僕のアナウンス聞こえなかったですか？あ、すいません、音楽聞いてて。音楽を聞くのはいいですが、ちゃんと安全な場所で聞いてください。でも別にホームにいたらぶつからないっすよね？確かにぶつかることはありません。ただ電車が起こす風の影響で引き込まれる恐れがあるんです。電車に当たったら命を失いますよ。そうだったんですね、知らなかったです。だからこそ黄色い線の内側を歩いてください。わかりました、助けてくれてありがとうございました。次はないですよ。間もなく特急渋谷駅到着でございます。早く出せよ、バレるだろ。え、マジでここで吸うの？学校の方がもっと危ねえだろ。まあそうだな。バレてるぞ。え？あ、駅員さん、学校には黙っといてください。学校には言わないよ。でも駅のホームでタバコを吸うのはマナー違反だぞ。すいませんでした。すいません。学校なら先生が守ってくれるけど、ここじゃそうはいかないぞ。事務室に来い。え？え？こっち来い。え？お前らバカだな、匂いで先生にバレるぞ。ここで匂い消してけ。え、キエさん。あざーす。すいません、お客様。はい。失礼ですが、学生さんですか？いやー、3月で卒業しました。なるほど。では、そちらの通学定期券はもう使えないですよ。でもまだ期限残ってるじゃないですか。学生として扱われるのは3月31日までです。4月になった今はもう社会人ですよ。じゃあ、どうなるんですか？この場合は資格喪失後しようとして不正乗車扱いとなりますので、3倍運賃のご請求となります。いや、だって分かんなかったんですよ。断る場合警察を呼ばせていただきます。最悪の場合詐欺罪または迷惑行為防止条例違反で検挙となりますよ。ちょっと待ってくださいよ。ということもありますので気をつけてくださいね。ああ、はい。ご乗車ありがとうございます。
お兄ちゃんちょっといい？なんすか？いつも見ない顔だけど定期は自分のかな？あ、そうっすよ。藤崎祐樹くんかな？あ、はい。学生証あるかな？え、ないっす。じゃあ先生に確認してもいいかな？あ、すいません、友達のっす。うん、学校に連絡しとくね。木崎、なんでお前がそんな卑怯な真似をしたんだよ。電車賃浮かせたくて。さっき先生が駅員さんに謝りに行ったけど、お前嘘もついたそうだな。金がないなら先生がちょっとぐらいやるよ。だからお前はもっとお前らしく素直に生きろ。はい。やめなくレシャシャします。きたー、特急焼きかっこいい。たまんねえな。ちょっと失礼、もっと前行こうぜ。行け行け、危ない。非常止めてください。いてててて。て大丈夫ですか？お客様、手を使ってください。ありがとう。おい、お前ら。はい。お前らは誰よりも電車に愛があるんだろ。だからこそここにいるんだろ。なのになんで電車のホームでルールが守れねえんだよ。すいません。フレームの中だけじゃなくてもっと周りを見ろ。お前らは鉄道が何よりも安全が大事だって誰よりも分かってんだろ。はい。撮り鉄の方は素敵だねって言われるようになれば電車も嬉しいと思うぞ。はい。すいません、金さん。はい、どうされました？あの、小田原から来たんですけど。切符は持ってないんですか？急いでたのでそのまま乗っちゃいました。今到着した新幹線でお越しですか？はい。小田原止まりませんが。え？今着いたのはのぞみ号ですので名古屋からここまで止まりませんが。ちょっとお客様、聞こえてます？え？あ、なんか電波が悪くて。本当のこと言ってもらえます？どこから来たんですか？ちょっとお客様、聞こえてます？あ、ちょっと電波が。不正乗車の扱いとして3倍運賃いただきますね。聞こえないようなのでそちらに鉄道警察行かせますので。名古屋からです、すぐ払います。へえへえへえ、薬やるわ。これをお見舞いしてやる。正義の鉄拳。危ない。え、危ないだろお前ら。なんすか？線から出てないっすよ。そこじゃねえよ、今棒振り回してたろ。あー、はい。電車の上に電線通ってるの分かるか？あー、はい。架線というあの線は2万ボルトの電気が流れてんだよ。家のコンセントの200倍だぞ。え、もしその棒で触れてみろ、即死だぞ。でもあんなとこまで届かないっすよ。直接触れなくてもあんだけの高圧電流は近づいただけで流れるぞ。え、正義の鉄拳をお見舞いする前にお前のお見舞いになっちまうぞ。気をつけます。鉄拳金さん。はい、どうされましたか？今着いた新幹線にどうしても乗りたいんだけど。切符はお持ちですか？まだ持ってないんだよ。あー、じゃあ今回は特別に降りる駅で精算してください。ありがとうな。お気をつけて。おいおいおい、あいつ前もギリギリで乗ってきたぞ。え、そうなんですか？もしかすると不正の常習犯かもしれねえな。念のため降車駅に連絡しとけ。わかりました。すいません、申請お願いします。かしこまりました。どちらからお越しですか？新横浜です。駅員さんから証明書をもらえませんでしたか？ああ、急いでてからどっかで落としちまったな。なるほど。ちなみに2時間ほど前に岐阜羽島駅から乗車されたお客様が切符を持っていないと連絡が来たのですが、他の駅からは特に連絡がないんですが。え？新横浜駅の駅員さんが忘れていたんですかね？そうじゃねえか。しかも新横浜だったらそんなに急がなくても新幹線が来たはずですよ。いや、まあ急いでたからな。ちなみにお客様がギリギリに乗車される際に渡された証明書なんですけども、いつどこで誰に何枚発行されたのかデータも残ってるんですよ。え、あ、そうなのか。駅にはたくさんの防犯カメラもあるんですよ。ああ、嘘だよ、嘘、嘘だ。ごめんな、本当は岐阜羽島から乗ったんだよ。許してくれ。過去にも同じようなことしましたよね。いや、そんなことは。また嘘をつくんですか？すいません、やりました。ここからは警察の方と一緒に話しましょう。終わった。すいません、金さん。はい、どうされました？あの、シルバーの指輪って届いてますか？ああ、昨日の忘れ物で届いてますね。うわ、やっぱり届いてるんですね。やっぱりとは？昨日どこ探してもないからもう諦めてたんですけど、ツイッターで拡散されてたんですよ。ツイッターでですか？はい、本当に日本は親切な人が多くてよかったですよ。では身分証明書をお願いします。はい、お願いします。お客様、指輪に彫ってあるアルファベットと
身分証明書のお名前のアルファベットが全く一致しないのですが。はい。では確認のため指輪に彫ってあるアルファベットを確認させてもらってもいいですか。だいぶ昔だったんで、ちょっと TY とかですか。おいごろてめえ、人の親切心を踏みにじって悪用に使いやがって、これは立派な犯罪だぞ。すいません。わあ、新幹線だ。ソウスケ、危ないからこっち来なさい。かっこいい。邪魔だガキ。ソウスケ大丈夫？親がちゃんと見とけ。あ、すいません。あなたこそちゃんと周りを見た方がいいんじゃないですか。誰だお前。私は新幹線の車掌です。車掌が口挟んでくんだ。あなた、ながらスマホをしてましたよね。それでいて子供にぶつかり邪魔だとは、あまりにもひどくないですか。うるせえな、ちゃんと子供を見とかね、親が悪いんだよ。お母さんはしっかり見守ってましたよ。無邪気に走り回るのは子供の仕事です。気を使うべきは大人の方ですよ。ったく。ソウスケくんおいで。何ですか。はい、どうぞ。ソウスケ車掌蹴れ。ちょうど新幹線来てんじゃん、これでいいか。すいません、そこ僕の席なんですけど。え、何言ってんだ、ここは自由席だぞ。え、でも。でもじゃねえよ、ガキは普通の電車乗ってろ。すいません。お客様降りていただけますか。え、なんでだよ。こちらは修学旅行専用車両です。一般のお客様はご乗車できません。修学旅行だと。こんな時期に旅行行ってんじゃねえよ、学校で勉強してろ。まだそんなこと言ってるんですか。この電車が走るのも3年ぶりです。その間、多くの学生さんが涙してきたんです。僕は、そんな悲しい青春があってはいけないと思うんです。知らねえよ、そんなの。僕ら大人に彼らの一生に一度の思い出を奪う権利はありません。行かせてあげてください。まったく、次ので行くわ。え、キンさん、ありがとうございます。いえいえ、皆様の望みを叶えるのが仕事ですから。駅員さん、バイバーイ。ソウスケ、急ぐぞ。どうして？走りたくないよ。いいから走れ。痛い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 。ぶつかったら謝ってもらわねえとな。ごめんなさい。慰謝料も払ってもらわねえとな。弟に手出してみろ。許さねえぞ。あ、なんか言ってやがるよこいつ。それ以上近づいてみろ。どうなっても知らねえぞ。そうか、何が起こるか楽しみだな。よく頑張ったな。お前は立派な兄ちゃんだ。おい、正気返せよ。胸をあとちょっとだけ。まもなく列車通過します、ご注意ください。 LINE はマジでやめろ、ふざけんなよ。ちょっとだけだって。危ないので黄色い線の内側に下がってください。返せよ、あとちょっとだけ。下がってろ、危ねえだろ。返せ。危ねえだろ、すぐ終わるからよ。返せっつってんだろ。うう。下がってください。非常止まれ。頼む、止まってくれ。お兄ちゃんたち大丈夫？は、はいはい。お前らなんで呼ばれたかわかるよな。はいはい。駅のホームでじゃれ合ってて線路に落ちました。お前らがとんでもないことしたのわかってんのか。すいません。なんでじゃれ合ってたのか細かいことは聞かない。ただホームから線路に落ちたっていうことが、どんなことか考えたか。たまたま駅員さんがいる駅で電車を止めてくれたからよかったよ、本当によかったよ。もし無人駅だったら、電車のブレーキが間に合わなかったら、落ちたタイミングが違ってたら、お前らはここにいないんだぞ。はい。他にも大勢の方に迷惑がかかるんだぞ。会議で急いでる人、病院に急いでる人がいたかもしれないんだぞ。そこまで考えたか。いいえ。目先のことばかりじゃなくて、もっと周りを見て先を考えて行動してくれ。頼むから約束してくれ。わかりました。わかりました。無事でよかった。生きててよかったな。ご乗車ありがとうございます。
ちょっとお客様お待ちください。そんな急いでどうしたんですか。急いでんだよ、どけ。ちょっと待ってください。なんだよ。私、鉄道警察。え、事務室までご同行願えますか。は、何もしてねえよ。ゆっくり話は聞きますので。ご苦労様です。お客様、どうしてさっきは逃げたんですか。急いでんだよ。急いでる人はこんなことしないんですよ。何のことだよ。先ほど改札の人を感知する黒いセンサーの部分を本で隠し強行突破しましたよね。はあ、切符入れてはふざけんじゃねえ。改札のデータも残っていますし、見ていたのは僕だけじゃありませんよ。ああ、払うよ。これ藤枝から。まあ落ち着いてください。しっかりと罰を用意しておりますので。急っ、急っ、フィッシュ。あ、兄貴、俺夏休みは長野帰るからさ、俺の定期使っちゃっていいからね。ああ、じゃあ明日使うわ。ご乗車ありがとうございます。ん、ちょっとお客様。何ですか。今って学生さんですか。違いますけど。はいはいはい。ですと不正乗車ですよ。え、何がですか。お客様の使った定期は通学定期ですよね。ああ、はい、弟のです。なるほど。ただ兄弟であってもその定期券に記されている名前ご本人様しかその効力は使えません。へえ、知らなかったです。本来ですと罰を含めまして数十万円の罰金になりますが、まあ今回は故意ではなさそうですので、通常運賃を払って乗車してください。あ、ありがとうございます。弟さんにも言っといてくださいね。はい、マジで発動しときますわ。仲良くね。兄貴、兄ちゃん、兄貴。はい、マジで発動しときますわ。はい、マジで発、はい、マジで発動しときますわ。はい、マジで発動しときますわ。はい、はい、はい。はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。ご乗車ありがとうございます。ちょっとお客様、いいですか。いや、なんでですか。ちょっと改札の調子が悪くて、ちゃんと印字されているかの確認です。大丈夫ですよ。いや、降りるときにご迷惑をおかけしますので。大丈夫です。子供の切符使ってますよね。え、ひよこが泣いてるの聞こえませんでした。ひよこ、何言ってるんですか。子供の切符を改札に通すとピヨピヨとひよこが泣く声が聞こえるんですよ。え、大人と子供の切符を見分けるためにそうなってるんですよ。ちなみに通る時のライトの色も変わってるの分かってますか。そんな。それでは不正乗車扱いとして大人の3倍運賃いただきますね。いや、それは勘弁してください。鉄道警察呼びますよ。払います。大人と子供の切符を見分けるために。え青春18切符ご利用のお客様、こちらへお願いします。2回目でお願いします。ありがとうございます。ん、2回目のところに穴が。インクを消した後もまさか。え、お客様。はい。ご利用は2回目ですか。はい。2回目のところに穴が開いていてインクを消した跡もあるんですが、これは何ですか。あ、1回目のがにじんじゃったんですかね。ではこの穴は駅員さんが間違えたんじゃないですか。駅員が間違えた場合はご入教員という印をつけます。その印がないということは違うと思いますが。え、切符に穴を開ける意味が分かってますか。知らないです。不正乗車の防止や使用開始の意味を持つんです。今回はその前者ですね。え、まもなく鉄道警察が参りますので、お茶でも飲んでゆっくりしててください。違うんです、僕はそんなこと。お客さん、不正乗車の常習犯ですよね。こうやって18切符の季節のたびにインクを消してまた使ってるんですよね。そんなことはしてないです。今回が初…認めましたね。あ、お客さん、不正乗車の常…お客さん、不正乗車の常習犯ですよね。お客さん、不正乗車の常習犯ですよね。お客さん、不正乗車の…お客さん、不正乗車の常習犯ですよね。18切符。お客さん、不正乗…そこ僕の席なんですけど。え、何言ってんだよ、ここは自由席だぞ。いや、でも他にもどっか空いてんだろ。あっち行け。あ、すいません、お客様。え、この新幹線は修学旅行専用車両となっておりますので、次の新幹線をご利用いただいてもいいですか。修学旅行だと。こんなご時世にのんきなもんだ。なんでそんなバカたちのために俺が降りないといけないんだよ。ようやく行けるようになったんです。
邪魔しないであげてください。俺は仕事なんだぞ。こんなガキたちとは違って、日本は支えてるんだぞ。そんな俺に行くなって言うのか。そういうことではなく、次の新幹線がすぐ来ますので。俺は降りんぞ。修学旅行なんて中止にしろ。おいごろてめえ、勝手なことばっか言ってんじゃねえぞ。修学旅行に行くな。学生さんたちが今までどんなことを犠牲にして今日まで生きてきたのかわかんのか。知るにいよ。学校のあらゆる行事が中止になり、友達と会えない日々だって乗り越えてきた。その生活は当たり前に過ごしてきた大人じゃ想像もつかないぐらい辛かったことだろう。それを得てようやくみんなで最後の思い出作りに行こうっていう時なんだよ。うん、どうかこれ以上辛い思いをさせないであげてください。ああ、なんか腹減ってきたな。そばでも食ってくるわ。はあ。駅員さん、おかげさまで念願の修学旅行へ行きます。ありがとうございました。いえいえ、今日は皆さんに光が当たっていますから、皆様の声がこだまするほどに楽しい旅にしてきてください。その望みを叶えるのが私たちの仕事ですから。はい。駅員さん、おかげさまで念願の修学旅行へ行きます。ありがとうございました。おいごろてめえ、俺は仕事なんだぞ。こんなガキたちとは、豊橋拓庵社員取れますか。はい、豊橋拓庵です。光635、室です。今グリーン車ご利用の男性のお客様なんですが、駆け込みで乗ってきたんですけども、カードしかないみたいなので車内精算ができないため、そちらでついてから精算をお願いします。はい、かしこまりました。すいません、駅員さん。はい、どうされました。精算お願いします。東京からお越しのお客様ですか。はい。ではここまで 12,650 円です。え、なんでそんな高いんですか。いや、お客様、ここまでグリーン席で来たんですよね。いや、自由です。あれ、先ほど車掌からグリーン席とお聞きしてるんですが。自由ですよ。ん、ちょっと待っててください。酒井乗役、どうした。今精算できたお客様がグリーンで来たはずなのに自由って言うんですよ。ん、どうしたらいいですかね。あいつは不正の常習犯だ。え、毎回ああやって嘘ついてんだよ。ブラックリストにも載ってるはずだ。そうだったんですか、あいつは。お客様、早く清算してくださいよ。本当に自由席で来たんですか。そうですよ。こいつまだ嘘つくか。すいません、金さん。はい、この切符持ち帰ってもいいですか。いいですよ、初めてのグリーン席だったので記念にと思って。あれ、隣のおじさん、さっきはお茶こぼしちゃってすいませんでした。ああ、いいよいいよ。ん、お客様、隣だったんですか。はい、それで僕がお茶こぼしちゃって。お客様、いや、今は犯人ということは。毎回ああやって嘘ついてんだよ。生産お願いします。生産お願いします。こいつまだ嘘つくか。こいつまだ嘘つくか。すいません、金さん。どうされました。ホームでタバコを吸ってる男の人がいるんです。え、私お腹に赤ちゃんがいるので気にしすぎなのかもしれませんが。いえいえ、そんなことないですよ。教えていただきありがとうございます。お客様、すいません。なんだよ。駅構内は全面禁煙となっておりますので、タバコを吸うのはおやめください。うるせえな、これだけ吸わせろよ。お客様、困ります。ここは禁煙なので。これだけ吸わせろって言ってんだよ。おいごろてめえ。あ？お前以外に誰がタバコ吸ってる。みんなルール守ってんだよ。守れねえなら、電車乗んな。そんな大げさな。今嫁が妊娠中でよ、家じゃ吸えねえからここで吸って帰ろうと思って。周りにどんな人がいるか考えたか。え、一番近くにいたのは妊婦さんだぞ。え、なのにお前はお構いなしにタバコを吸って妊婦さんと赤ちゃんを苦しめてたんだぞ。タバコが原因で赤ちゃんに何かあったらお前は責任取れんのか。お前は人の人生を狂わせる行動をしてたんだぞ。じゃあもっと離れろよ。本当に自分しか見えてねえんだな。
ここはエレベーターすぐ近くの乗り場だ。妊婦さんは移動するのだって一苦労だってことはお前も奥さんがいるならわかんだろう。お前が奥さんのことを大切に思うようにあの人のことを大切に思ってる人がたくさんいるってことを覚えておけ。はい、奥さんを大切にしてくださいね。駅員さんありがとうございました。いえいえ、駅員さんはきっと家族思いのいいお父さんなんですね。独身です。どうされました？俺のサンダルがエスカレーターに挟まれちまって。怪我はないですか？あ、大丈夫っす。他に怪我された方はいませんか？急に止まったのでバランスを崩してこけちゃったんですよ。頭を打ったんですか？はい、ちょっとめまいが。すぐに救急車を呼びますね。お客様ちょっと待ってください。なんすか？あとは頼みますよ。なんでサンダルが挟まれたんですか？ちょっとぼーっとしてて、ながらスマホをしてて足元を見てなかったんですよね。ちげえし。防犯カメラで確認しますよ。別にいじってよがよくないっすか？甘く考えんなよ。え？海外では足元を引き込まれて死んじまって人だっているんだぞ。そんな、普段使う分には便利なエスカレーターも使い方を間違えたら恐ろしい殺戮マシンになっちまうんだよ。難しいことは言わない。これだけは言わせてくれ。足元を見ろ。はい。なんだよ、なんだよ、なんですか？あとは任せましたよ。なんすか、なんすか？あとは任せましたよ。急に止まったので、急に止まったので、どうされました？どうされました？殺戮マシンになっちゃうんで、だから難しいことは言わない。これだけは守ってくれ。ちょっと飲みすぎちゃったな。お姉ちゃん大丈夫？あ、大丈夫です。水飲みな。あ、ありがとうございます。今日一人なの？あ、はい。もう帰っちゃう感じ？明日早いので。ちょっと休んだらさ、一杯だけ俺と。どう？あ、すいません、もう帰ります。一杯だけ行こうぜ。いい店知ってんで。いや、もう帰ります。だ、つれねえな。水やったんだから来いよ。すいません。いいから来いよ。やめてください。来いっつってんだろ。おいこらてめえ、あ、ちょっと強引すぎねえか。駅員は黙って仕事してろ。ホームでの客同士のトラブルは電車の接触事故にもつながる大変危険な行為だ。それを止めるのは駅員の立派な仕事だろ。ったく、ちょっと誘ってみただけだよ。どう見てもその子嫌がってたろ。やり方考えろ。うるせえな。これ以上揉めるようなら警察呼ぶぞ。こっちも仕事があんだよ。わかったよ、帰るよ。ったく。駅員さん、おかげで助かりました。ありがとうございます。あんたのためじゃねえよ、輸送の安全のためだ。かっこいいですね。うるしい。やめてください、やめてください、やめてください。かっこいいですね、かっこいいですね、かっこいいですね、かっこいいですね。なんだよ、なんだ、なんだ、だ、釣れねえな。だ、だ、釣れねえな。水やったんだから来いよ。OK。電車との接触事故にもつながるトラブルは電車の接触事故にもつながるんだ。あー、なんか面白いことない？面白いこと？あー、なんかさっきツイッター見てたらさ、これ、ん？財布の落とし物？落ちてたから駅員に預けたってさ、親切な人がいるもんだな。なるほどな。ちょっと行ってくるわ。え、どこに？ちょっと忘れ物。すいません、駅員さん。はい、どうされました？財布の忘れ物ってありますか？本日ですか？はい。一件ありますね。あ、よかったー。もう見つからないと思ったんすけど、ツイッターで拡散されてたんすよ。ツイッターですか？はい、本当に親切な人が多くて助かりましたよ。では特徴をお伺いしてもよろしいですか？特徴すか？やっべ、もっとあっさりもらえると思ってた。はい、一応ご本人のものである確認が必要ですので。あ、茶色の長財布です。ブランドと中身にいくらぐらい入ってましたか？やべえ、知らねえ。免許証とかは入ってますよね？えっ、お名前お聞きしてもよろしいですか？あ、ちょっと用事思い出しました。おいごらてめえ、え、
人の親切心を悪事に利用するなんて、これは立派な犯罪だぞ。いや違うんです、自分のだと思って。どこが自分のなんだよ。本当の持ち主はこの方だよ。俺のなんだけど。ああすいません、警察呼んだから。いやすいませんでした、許してください。黙れ犯罪者。ちょっと駅員さん助けてくださいよ。ちょっと車掌。はい、どうされました。ここタバコ吸えたよな。申し訳ございません、特急列車では全席禁煙となっております。昔はどこでも吸えたんだぞ。昔はそうだと思いますが、現在は禁煙になっております。お前腹立つ顔してんな、喧嘩売ってんのか。いえそんなことはございません。なんだその浮かない顔は、もっと笑顔で接客できねえのか。申し訳ございません。謝罪に気持ちが入ってねえんだよ。お前の顔見たくねえからやめろ。申し訳ございません。もういいからやめろ、さっさと電車から降りろ。おいこらてめえ、てめえがうるせえ、降りろ。はい。車掌さんも大変ですね。昔助けたカニさんですか。よし、これでだいぶ電車賃浮いたな。だな、5時半にはそこを無人駅になるしな。ん？何の話だ。着いたぞ、このまま改札通り抜けるぞ。おう。切符を預かりします。え、なんで。おい、5時半から無人じゃねえのかよ。お客様、足りない分ちゃんと払ってくださいね。ああ、はい。ここまで来るつもりだったのに、なぜ初乗り分しか買わなかったんですか。いや間違えました。さっき君たちの乗った駅から怪しい話をしていると連絡が来たんですよ。何にもしてないですよ。5時半に無人駅になるから電車賃浮いたなって、これは不正乗車ですよ。ああ、もう二度としないでください。で追われるほど甘くないんですよ。あー、140円。ん？よし、これで降りるときは定期使えば完璧だぜ。あの駅員さん。はい、どうしました。岐阜までの切符ください。はい。お兄ちゃんは今何歳。8歳。では大人の半分の値段になるので990円です。細かくてごめんなさい。わー、全部10円玉だね。頑張って貯めたの。うん、織田信長を見に行くの。わあ楽しみだね。それじゃあこれ切符ね。ありがとう。あ、駅員さん。はい。足りない分の切符作ってください。かしこまりました。改札着いたら入場券渡すわ。了解。ん？あれ、お客様、入場券2枚入れました。え、いや、何か意図があるんですか。ないですよ、間違って2枚買っちゃって。なら返金しますよ。なんで言ってくれなかったんですか。140円ぐらいいいかなって思って。そんなことないと思うんですが、不正乗車の手助けをしようとしてましたか。え、入場券を2枚通して入り、どこからか安い切符で来た友人に渡して一緒に改札を出るつもりでしたか。いやそんなこと。目が泳いでますよ。いや違うんです。念のため警察に事情聴取をしてもらいます。スマホの履歴などはそのままにしておいてくださいね。うおい邪魔だ。あ、すいません、ただいま改札の点検を行っております。ここを通りたいんだ、どけ。ん？点検中ですので隣を使ってください。なんだクソ野郎、そんなしょうもない仕事して楽しいか。え、俺だったらな、そんな日の当たらないくだらない仕事、まっぴらごめんだ。おいごろてめえ、お前は電気がつくことを当たり前だと思ってねえか。同じ時刻に同じ電車に乗れることが当たり前だと思ってねえか。なんだよ、お前が知らないところで日々の当たり前を守ってる人がいるんだよ。それを当たり前に思わせてくれる特別さがわからないか。当たり前の裏側には日の当たらないところで輝いてる人がいることを知ってほしい。おい邪魔なんだよ。すみません、電車でベビーカーは畳む決まりだろ。邪魔くさいな。すみません、余裕がなくて。赤子もうるせえし、しつけがなってないんだよ。母親失格だ。おいごらてめえ、なんだよ。あなたは人間失格です。え、俺は国のために働いてんだ、誇らしい人間だ。そもそもベビーカーは畳まなくていいと何年も前に決められています。え、そうなのか。暴れる赤ちゃんを抱っこしながら揺れる電車の中で片手でベビーカーを畳めますか。え、ただでさえ赤ちゃんを連れたママさんはいろいろな場面で気を使ってクタクタです。支えるべき周りの人間が追い詰めてどうするんですか。あなたも思いやりの心はあるはずです。温かく子育てを見守ってあげてください。はい。ああ、なんだ。
ただいまホーム上で非常停止ボタン扱われたため急停車いたします。大丈夫かな。まったく急いでんだぞ。安全の確認が取れ次第発車いたします。ん、こんなの待ってられるか。窓から出て他の路線に乗り換えだ。危ないですよ。黙れ小僧、俺は忙しいんだ。安全の確認取れましたので発車いたします。やばい。すいません車掌さん、どうされました。窓からおじさんが出ようとしてます。すぐ向かいます。おいごらてめえ、どんなに急いでようが危険な行動はするんじゃねえ。俺は急いでんだよ。もしこのまま発車してたら恐ろしいことになってたぞ。もし急停車した際は僕らが最も安全な道をお知らせしますので車内で待っていてください。はい、ご了承ありがとうございます。よし、うまくいった。すいません、西小坂井からです。チップはお持ちでないんですか。どっかでなくしたのよ。こんな短い距離でなくすか。ちょっと待っててください。どうも、豊橋拓也です。こちら西小坂井、どうされました。さっきそちらで改札通った人いましたか。今日は朝から誰も来てないですね。ありがとうございます。お客様。なんだ。おかしいですよね。今日は西小坂では朝からお客様がいなかったみたいです。そんなはず。お客様が幽霊か透明人間だったら納得できるんですけどね。困りましたね。困ったことはおまわりさんに相談しましょうか。許してくれ。栗浜行きが甘やかしてします。降りるぞ。おいどけ、おいクソガキ、イヤホンを外せ。今すぐイヤホンを外せ。これ補聴器です。なんだよ。すいません。紛らわしいから外せ。なくたってちょっとは聞こえるんだろ。おいごらてめえ、てめえはメガネ外せんのか。え、外したらほぼ見えなくなるわ。だったら同じことだろ。補聴器を外したら全く聞こえない人だっているんだよ。目が悪ければメガネをする。同じように耳が悪ければ補聴器をする。メガネも補聴器も一緒だよ。これからもっと理解を広げていってください。はい。五十嵐どこいんだよ。ん、おっとっと。お客様、非常。お客様大丈夫ですか。今すべての電車を止めましたので安心してください。あの酔っ払いマジ殺す。何があった。酔っ払いが女性にぶつかったんです。まったく。おいお前。はい。自分が何やったか分かってるか。もし電車が来てたらどうなったと思います。忘年会でお酒飲みすぎちゃって許してください。酔ってたら何でも許されると思うなよ。酔ったあなたもあなた自身ですよ。あ、はい。今日あったことは一生忘れるなよ。忘れません。これお金いくら取れる。どうされました。こんにちは。少しできます。どうしましたか。おっせえな、何ちんたらしてんだよ。あー、すいません、もう少々お待ちください。手話してるってことはその人耳聞こえねえんだろ。そうですよ。でも声は出せるだろ。お客様、声は出せても周りの反応などを気にして出せない方もいるんです。そりゃ悲しいな。悲しいことばかりでよく生きてられるな。わかりました。耳が聞こえなくて悲しいこともいっぱいある。でも嬉しかったこともいっぱいある。おう。悲しいことも嬉しいこともたくさんある。あなたもそうでしょ。そうだな。ならどっちも同じでしょ。すいませんでした。なんて非常。ただいま人身事故が発生しました。現場検証を行うためただいまから運転見合わせとなります。おお、人身事故じゃねえか。うわー、こりゃひでえわ。写真撮るのやめてください。おいごらてめえ、お前は自分のことしか考えられねえのか。別にいいだろ。ツイッターにあげたらみんながいいねをしてくれるだろ。いいねが欲しいがためにお前は物事の善悪もつかねえのか。あ、もっと相手や周りの立場になって考えてみてください。もう一度自分に問いただしてみてください。分かったよ。入場券だけ買って乗ればバレないだろ。ん、すいません、切符をなくしたのよ。どちらから乗られましたか。目白台だ。かしこまりました。では140円です。はい。ちょっと駅員さん。はい。その方嘘ついてますよ。どういうことですか。彼は成績桜ヶ丘から僕と一緒に乗っています。お客様、本当ですか。そんな証拠がどこにあるのよ。あなたは成績桜ヶ丘で入場券だけを買って入場しましたね。あなたは登山する格好なのに入場券で入った。おかしいと思って後をつけてみたら不正乗車だった。ただそれだけのことです。お客様、不正乗車として3倍運賃いただきますね。すいませんでした。真実よし。やっべ、遅れる。通過電車にご注意ください。おーおっと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 。
の待避所に入れ。はい。大丈夫か。余裕っす。線路に落ちたらまず冷静に待避所を探してください。いや、ホームによじ登ってもいいっすよね。おいごらてめえ。あ、登れなかったら死ぬぞ。いや、こんな高さならホームまでの高さは1メートル以上。パニックの状態で登るには想像以上に難しいんだぞ。じゃあ線路の間入ったらさ、映画みたいに電車の下くぐり抜けられるっすよね。電車が通過する勢いなめんなよ。風でめくれた服が電車に巻き込まれたらお前も一緒にぐちゃぐちゃだぞ。え、線路は想像以上に恐ろしい場所です。まず周りに気づいてもらい、自分の命を最優先に行動してください。はい。どうしたらいいんだ。誰か、車が踏切に閉じ込められてます。え、やばい、電車が来る。助けてくれ。そのまま進んでバーを押し切ってください。そんなことしたら。いいから早く、電車とぶつかりますよ。おお、大丈夫。師匠。横山さんだったんですね。無事でよかったです。おお、助かったよ。バー壊しちまったけど大丈夫か。まあ賠償金はかかるかもですね。ふざけるな、お前が行けって言ったんだろ。じゃあ電車とぶつかってもよかったんですか。あ、ぶつかってたら横山さんも電車に乗ってた多くの乗客も帰らぬ人になってたかもしれないんですよ。それはそうだな。それと比べたらバーの賠償金なんて大したことないですよ。はい、駅員かっこよ。クソが、自由席満席じゃねえか。ん？トイレぐらいならいいよな。ご乗車ありがとうございます。ん？へえ、すっきりした。おいごらてめえ。なんだ。グリーン車のチケット持ってますか。持ってないよ。ですとグリーン車に立ち入りましたので追加でお金払ってもらいますよ。へえ、クソしただけだろクソが。グリーン車はグリーン券を買った人のための空間です。持ってない方は基本的に立ち入り禁止です。クソが、そんなの知らなかったのよ。勉強代として今回は払ってください。お断りなのよ。それでは4870円です。高すぎなのよ。っていう厳しい車掌さんもいますので気をつけてくださいね。二度と乗るかクソが。ソウスケ、エレベーターのボタンを押して。うん。ソウスケがいると助かるな。ママは重いベビーカーをしてるから疲れちゃうもんね。そうそう。どけどけどけ。え、もう満員だ。子供連れは後にしろ。おいごらてめえ。てめえは本当にエレベーターが必要か。階段より楽だから使ってんのよ。エレベーターがないと移動できねえ人がいるのがわからねえか。あんたは階段でもエスカレーターでも移動できるだろ。まあそうだけど。なら相手の気持ちになって譲ってあげてください。どうぞ。ありがとう。ご乗車ありがとうございます。ん？なんか怪しい動きしてたな。しめしめ、このままトイレに隠れてたらバレないだろう。切符をお持ちでない方いませんでしょうか。ん？トイレは使用中と。お客様大丈夫でしょうか。クソしてんだろクソが。あ、失礼しました。何かあったのかと思いまして。何もねえよ、さっさとどっか行け。わかりました。よし、出るか。おいごらてめえ。あなたの乗った駅から怪しい奴がいると連絡が来ましたよ。そんな。不正乗車として事務室までお願いします。そうか。西川、定期貸して。いいよ。俺ら同姓同名だから絶対バレねえよな。バレないバレない。ん？駅員さん、どうされました。あそこの学生不正乗車してますよ。え、ちょっとお兄ちゃん。なんすか。定期見せてもらってもいいかな。あ、はい。お名前フルネームでいいかな。西川隆二です。名前は合ってるな。ちょっと急いでるんでもういいですか。あ、最後に生年月日をいいかな。平成17年8月25です。あれ、間違ってるな。え、あ、いや、その友達の定期だろ。はい、すいません。これは立派な不正乗車だ。定期の不正利用は十数万円の請求になることもあるぞ。払えるか。いや、無理です。お前が無理なら親が払うんだぞ。親にだけは言わないでください。お願いします。だったらこんなことすんな。次はねえからな。わかりました。真実よし。今なら鍵開いてるぞ。よし、侵入するぞ。次は三島でございます。てへへへ。なんだ、どうしたんだ。下手かよ。お出口は右側でーす。おいごらてめえ。すぐに乗務員室から出ろ。はい。
そこがどれだけ危険な場所か分かってんのか？いや、運転に大切な機器がたくさんあるんだよ。下手に操作したらお前らにも他のお客様にも危険が及ぶぞ。あー、すいません。乗務員室に勝手に入った罰だ。罰金もそうだが前科もつくから覚えとけ。前科って？お前らは社会に出たら犯罪者扱いされるってことだよ。そんな、どうか許してください。はぁ、鬱陶しい人よね。さっきからうるさいな。静かにできないのかな。そうそう、それと町内会の田中さん、いい年して男ができたらしいわよ。胸を注意してこいよ。なんで俺が？みんなのために言ってくれよ。わかったよ。いやらしいわね。何よ。みんな迷惑してるので電話やめてもらってもいいですか？あんたに言われる筋合いないわよ。でも正義のヒーロー気取りかい。くだらない。あ、もしもし。おいごらてめえ。気遣いって言葉知ってるか？何よ偉そうに。みんな同じようにお金を払って電車に乗っています。お客様だけの空間ではありません。はいはい、みんなが心地よく過ごせるように考えてみてください。わかったわよ。嫌だよ。胸よ、俺らの命令が聞けねえのか。じゃあ全裸で帰ってもらおうか。嫌だよ。じゃあ早くやれよ。線路に降りて向こうのホームタッチして戻ってくるだけだろ。やれよ、やれよ。以上。お前ら何やったか分かってんのか。すいません。駅員さんが気づいてくれなかったら胸をは通過電車にはねられて即死だったんだぞ。はい。お前らがやったことは立派な犯罪だぞ。二人で胸を脅して何か無理やりさせたのは強要罪になんだぞ。ああ。もし胸をが電車に跳ねられて死んでたら人殺しなんだぞ。ああ。お前らはもう勢いだけで過ちを犯せる年じゃねえんだよ。許される年じゃねえんだよ。はい。お前たちのたった一つの行動や発言で救われる人もいれば傷つく人だっているんだぞ。だからもっと自分の行動に発言に責任を持つんだ。はい。うー、現役高校生アイドルのタクポヨちゃんだ。かわいい。朝ぽよ。あの子あんなに人気だったんですね。お前知らねえの？今やテレビじゃ見ない日はないほど人気だぞ。そうなんですね。ん？いつも見てくれてるの？うれぽよ。僕もサインお願いします。はーい。ん？何にしてやる？あいつ包丁を！待て！うぅ！うぅ！刺されたぞ！逃げろ！おい、しっかりしろ！至急救急車と警察をお願いします！この女が悪いんだ！俺たちを裏切ったんだ！何があったか知らねえけど、お姉ちゃんを守れてよかった。ちょっと駅員さん！駅員さん！おい、元気そうじゃん。もうピンピンしてますよ。無事犯人も捕まって、あの子も安心してたよ。よかったです。お客様の命も大事だが、自分の命も大事にしろよ。はい。ありがとね、宗介。ママはお腹に赤ちゃんがいるから座ってて。そのカバン重くない？へっちゃらだよ。ありがとう。ああ、間に合ったー。あれ、ちょっと待って。なんだよ。あのお姉さん可愛くね。うわ、可愛い。あ、ダメだ、子供いるわ。なんだよ。こういう人たち苦手だな。てかさ、妊婦さんって優先席座っていいの？確か障害持った人の席だよな。だよな。じゃあ太ってるだけじゃね。おいごらてめえ。え？優先席の標識をよく見たか。え？妊婦さんのマークもしっかり入ってんだよ。ああ。妊婦さんは立ってるのも辛い時だってあるんだぞ。そうだよ、ママは座っていいんだ。ああ。妊婦さんを見かけた際は優しくお声かけをしてあげてください。はい。ママ座ってていいよ。ありがとう。名古屋から豊橋の切符作ってくんない？え？ここ大分駅ですよ。とにかくその区間だけ欲しいのよ。あ、はい。長旅になるわね。あとはこれを駅員に渡すだけだわ。ご乗車ありがとうございます。お願いします。お預かりします。ん？これはまさか。お客様ちょっといいですか？何よ。この切符どこで作りました？名古屋駅に決まってるじゃない。本当に名古屋駅から来たんですね。そう言ってるじゃないの。そうですか。え？九州から来てますよね。え？切符の下の部分に6バーとありますよね。それが何よ。これは切符を発行した会社の番号なんですよ。6なら JR 九州、名古屋なら JR 東海の3のはずですよ。あー、許しておくれ。一
番乗りだぜ。宗介待って。ベビーカーは一番後ろのスペース置いていいんだよね。ママ早く。はいはい。まもなく光号を発射します。すぐ。荷物がでかすぎて棚に入らないのよ。富士山見えるかな。天気いいから見えるかもね。おい、どかせ。え、そこのベビーカーをどかすのよ。俺の荷物が入らないのよ。でも置く場所ここしかなくて。トイレのあたりに置いときゃいいだろ。そんな。まったく、早くどかすのよ。おいごろてめえ。へえ。そこのスペース予約したか。予約？お母さんはちゃんと予約してるぞ。お前はしてんのか。してないのよ。じゃあ今すぐベビーカー戻して、お前はデッキで立ってろ。すぐ。にひ。え、通して通して。どうしたんですか。あの望みに乗らなきゃ間に合わないのよ。何にですか。友達が事故に遭ったのさ。間に合わなかったらどうしてくれるのよ。じゃあ着いた駅で清算してくださいね。わかったわよ。バカな駅員ね。まんまと騙されたわ。切符拝見しますね。まずい、車掌が来たわ。喫煙ルームに来たらもう大丈夫だわ。失礼いたします。車掌さん。はい。喫煙ルームにずっと居座ってるおばさんがいますよ。え、行ってきます。浮いたお金でステーキでも食べようかしら。お客様。何よ。切符はお持ちですか。ああ、それがさっき不気味なロン毛の男に燃やされちゃったのよ。燃やされた。そうなのよ、怖かったわ。私は電子タバコですが。不正乗車として3倍運賃いただきますね。ちょーん。橋爪さんどうされました。今日は自由席で座れるわよね。土曜日なので混んでるかもしれませんね。いけるでしょ。行ってみないと分かんないですね。気合よ気合。はあ。まったく満席じゃないの。ん、わあ、ドクター野郎だ。獲物見っけ。かっこいいな。ちょっと僕。何？あっちの窓からの方がドクター野郎がよく見えるわよ。え、本当？行ってごらんなさい。うん。バカな子ね、席は私のものよ。全然見えなかったよ。おばさん、寝ちゃったの？むしむし、ほっとけばどっか行くわ。寒そうだね、僕の服貸してあげる。うん？おばさんが座って、僕はあっちで立ってるよ。なんなのこの気持ち。駅員さん、線路に車が。え？やっちまった。お客様の車ですか？そうだよ。何があったんですか？ハンドル操作ミスったんすよ。それで線路の上を走ってきたんですか？そうっすね。帰っていいっすか？おいごらてめえ。あ？電車とぶつかってたらどうなってたと思う。知らねえや。お前はここにいねえんだぞ。電車に乗ってるお客様はどうなる。え、自分がやったことの重大さに気づけよ。え、防犯カメラを確認したらお前がわざと侵入したのもわかんだぞ。そんな列車運行業務妨害で逮捕だ。ああ、ドアの前が塞がれて入れないんだけど。はい、まもなくドアが閉まります。あの子乗らないのかな。すいません、乗ります。他のドアから乗るのよ。動きたくないわ。そんな急がないと発車しちゃう。おいごらてめえ。お前らは周りが見えねえのか。ここはもう満席なのよ。そう、誰も乗れないわよ。後ろに吹っ飛ぶほどのスペースがあるじゃねえか。すげえ。いい大人なんですから他の人のことも考えられるようになってくださいね。ああならないようにしよう。そうだったのか。それであっちの方は。それじゃ全然ダメなのよ。じゃあ誰もいなかったのか。おじさん。あ？車内で電話はやめてください。うるせえなチビ、黙ってろ。でどうなったんだ。おいぐらてめえ。え？ずっと気持ち悪い会話を聞かされてる気持ちがわからねえか。何が気持ち悪いんだ。半分の会話しか聞こえない気持ち悪さだよ。知らねえよ。そして公共の場ではあなたの声はより大きく聞こえるんです。たく、みんなのために注意してくれてありがとう。にひ。何笑ってんだよ。だっせ、こけてやんだ。痛いよ。お客様何をしてるんですか。こいつがヘラヘラしてるから悪いんだよ。そんなことで暴力を振るうなんてムカつくんだよ。幸せそうにしてるやつを見ると。そんな無茶苦茶な。俺は何やってても楽しくねえ。人生つまんねえんだよ。おいごらてめえ。あ、そんなのみんな同じだ。生きてて9割は悪いことばっかだ。
でもその1割がいいことがあるからみんな頑張れんじゃねえのか。誰だお前。通りすがりの警察だ。え？傷害罪で15年以下の懲役、50万円以下の罰金だ。罪を償い、またやり直すんだな。おいこいつ、車内でプリントを広げるな。邪魔なのよ。え？頑張って勉強してたのに。こんなの捨てるのよ。ああ。おいぐらてめえ。え？プリント見てたって邪魔になんねえだろ。目障りなのよ。車内の過ごし方は周りに迷惑さえかけなければ自由だ。頑張ってる若者を応援してやれよ。すげえ。駅員さん、ありがとう。おい、こいつ、俺が教えてやるよ。何を勉強してたんだ？いや、おじさんにはわからないよ。俺を舐めるなよ。俺は東大卒だ。見せてみろ。今、猫型ロボットの開発をしてるんだ。ドラえもん？私の管理がいけないんですけど、財布から1万円がなくなっていまして。僕のせいで盗まれちゃったの。タイミングとしては何時頃ですか？この子のトイレ付き添ってた時なので、10分ぐらい前ですね。そうですか。こちらでも周辺を探してみますね。はい、お願いします。お母さんショックだな。見つかるといいね。だね。あら、何かなくしちゃったみたいね。そうなんです、財布のお金なくしちゃって。あら気の毒ね。1万円も大金ですからね。はい。お客様、近くを探したんですが見当たりませんでした。お力になれず申し訳ありません。いや大丈夫です、ありがとうございました。1万円も大金ですから見つかるといいですね。はい。ん？そういえば隣のおばさん、1万円も大金ですからね。車掌さん以外に1万円なんて言ってないよね。もしかしてあのおばさんが。逃げるわよ。ちょっといいですか？何よ、急いでるからどいて。本当のこと言ってくれたら大事にはしませんよ。ちょーいてててててて。大丈夫ですか？ちょっと足をくじいちゃってね。ホームまで送ってくれる？ああ、いいですよ。悪いね。バカな子にまんまと引っかかったわ。ご乗車ありがとうございます。よいしょよいしょ。ん？何やってんだ？ここまでで大丈夫ですか？助けたわ、それじゃあね。いや走れんのかよ、さっきあんな痛そうにしてたのに。なんで嘘ついたんだ？すいません。はい。あのおばさん知り合いですか？いや、さっき改札のところで足をくじいたっていうのでホームまで運んであげたんです。改札に入るときはどうやって？普通に僕の定期で入りました。やっぱりか。切符を通さずに改札に入るためにおんぶされてたってことか。ホームに着いたら電車に飛び乗り、着いた駅で近くの駅から来たっていうわけか。 2337F 車掌さん取れますか？はい、こちら 2337F。 車内に無札で乗車したおばさんがいます。状況の確認をお願いします。了解です。お客様、残念でしたね。これで電車賃が浮いたわ。すいません駅員さん、どうされました？さっき買ったフリー切符をなくしちゃったんですが。どのあたりで落としたか覚えてますか？券売機のあたりだと思うんですけど。何時ぐらいですかね？30分ぐらい前です。では防犯カメラで確認してみますね。お願いします。よく見る顔だな。不正の常習犯だこいつ。全駅に共有します。先ほど。ちょっとお客様、切符見せてください。え、いやいや今急いでるのよ。この写真に見覚えないですか？うん、これは不正乗車ですよ。チュー！明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。これお年玉です。ありがとう。よかったね、ソウスケ。うん、ソウスケ、ちょっとトイレ行ってくるね。うん。どいたどいた。あ、いたたたたたたた。まんまとお年玉を落としたわね。どいたどいた。結構分厚いわね、大金ゲットよ。おいごらてめえ、何よ。お年玉をお孫さんにでもあげるんですか？そうよ。僕もおいっ子にあげたいんですけど、いくらぐらいあげたらいいんですかね？そんなの知らないわよ。橋爪さんはいくらなんですか？え？切符？僕のだ。なんで切符なのよ。あなたが奪ったのはポチ袋に入った切符だったんですよ。じゃあ返すわよ。いいえ、年明け早々警察がお待ちです。チューアクポヨ、何をお願いすんの？宇宙平和。規模でか。初詣タノポヨ。ちょっとあんたたち、何？ホームで初詣ができるみたいよ。え、本当かよ。あそこにお賽銭があるでしょ。きっと願いが叶うわよ。せっかくだしやってこ。そうだな。バカなカップルでよかったわ。これで今日は稼ぐわよ。じゃあお寿司食べ行こう。おう、これから初詣ですか？さっきホームでしてきたよ。ホームで？おばさんが教えてくれたんすよ。最近できたんじゃないの？そんなのホームにないはずですよ。皆さん
騙されてます。稼いだ稼いだ、あとは逃げるだけね。おいこらてめえ、よくも騙してくれたな。許さねえぞ。ケンさん、国会議事堂へ行くバス乗り場はどこですか？ですと3番乗り場だね。3番ね、ありがとう。お気をつけて。お、男のガキみっけ。3番乗り場のバスに乗って国会議事堂前で降りる。あ、これだ。じゃあ出発するぞ。うん。このバスは国会議事堂止まれますか？止まらねえ。え？黙って乗ってろ。怖いよ。ママ助けてよ。黙ってろガキ、話してよ。うるせえおいごろてめえ。あ、うるせえおいごろてめえ。あ、駅員さん、その子に手出すな。駅員がなんでここに。その子が心配でちゃんとバスに乗れるか見届けてたんだよ。バスの柄も違うし、運転手も態度が悪いし、なんか怪しいと思ってついてきたんだよ。余計なことしやがって。お前はここで終わりだ。エケンさん、ありがとう。もう大丈夫だよ。なんだか騒がしいな。あ、エケン、あれ、お前はいつものガキ。横山さん、あなたが犯人だったんですね。いや、何のことだ。おい、説明しろ。ボスが持ってこいって。え、何をだ。男のガキを持ってこいって。俺はそんなこと言ってないだろ。え、あそこの鍵を持ってこいって言ったのよ。ー、警察だ、誘拐の容疑で逮捕する。すぐ。よし、帰ろっか。逃げ